こんにちは。マックサカニサブチャンネルご覧いただきありがとうございます。一平ちゃん夜店の焼きそば謎チョコキューブ入りチョコソースをいただきたいと思います。もうねほとんど沸いてると思うので早速火を止めて作ってみたいと思います。どうしようかな。とりあえず火を止めようかな。よいしょ。そしてパッケージ開けてみましょうかね。はい、一遍食べたらやめられないってマジかな。まずこんな感じですかね。お湯はギリギリかな。 550ml 3つを出して後で3つ入れるみたいですね。このパッケージ分かりやすくていいですね。ということで3つを出しましょうか。はい、ソース早く、あ、落ちちゃった。それでもう1個チョコソースでは、お湯を注いでみたいと思います。なんかそばみたいな色してますね。はい、よジョボジョボジョボ。お、まあなんとか大丈夫ですね。はい、では3分間待ちたいと思います。よっ。でこれ上に乗せればね大丈夫かな。ヘイシリー、ヘイシリー、シリさんはなかなか反応が悪いですね。3分タイマー、こうやるとねちょっと意外と面倒くさいんです、はい、では3分待ちたいと思います。お、軽いと飛ばされるのかな。風があるんでね飛ばされないように。はい、ではしばらくお待ちください。はい、3分経ったので見てみたいと思います。おお、まずお湯を抜きます。はい、どうしようかな。せっかくなんでこのまあ一応なんか溜めておきましょうかな。ジョボジョボジョボ。おお、なんかねスープとかの素とか持ってきてるといいかもしれないですね。はい、ではこれ置いといて別のところに、よいしょ。で開けます。おお、それで火薬を乗せていくという感じですよね。はい、置いといて、おお、乗せ火薬どんな感じなんですかね。なんか他の方のレビューは全然見てないんで全くね初見。おなんかいいのかなっていう感じですよね。なんかちっちゃい頃っていろいろなもん混ぜたりするじゃないですか。なんか甘い、なんかそういうの思い出しますよね。ソース基本的に黒が多いですね。うわ、意外あんまりソース量ないかも。味麺についてるのかな。はい、では混ぜていただきたいと思います。はい、では早速混ぜていただきたいと思います。すごいチョコのね、もう目つぶってたら、あ、なんかお菓子でも置いてるのかなっていう、ケーキみたいな甘いチョコの匂いがしますね。おお、風が、わ、まあこれお菓子的な感じで食べたらいいのかもしれないですね。おー、風がすごい、ゴミが舞ってるけど、まあそういうのは気にしない方向でいきたいと思います。これ見た目は全然わかんないですよね。もうすごいチョコのね甘い香りがしてます。はい、さあ、全く他の意見、方の動画とか、なんかね、有名な方がレビューされてるみたいですよね。見ないで、私の素直な感想をいきたいと思います。はい。見た目的にはね、全然大丈夫です。いただきます。うん。うん。
表紙するぐらい、もう想像した通りの味ですね。だから何ですかね、うん、まあこういう食べ物なんだろうなっていう感じですね。まあ普通に甘くてもうチョコの味がする焼きそば、もう変になんかちょっと下味がついてるみたいな、そういうのも一切ないんで、まあチョコのなんかデザートみたいな感じですよね。だからまずうまいかって言ったらうまくはないですけど、別に食べれますね普通に。全然ただチョコ味の焼きそば食べたいですかって話ですよね。だからチョコ味の焼きそばが食べたいっていう人にはもう100点でしょうね。まあ残念ながら僕はなんかね、おこれこの組み合わせ、あのアボカドに醤油でね、なんか刺身みたいな味がしますみたいな、そういうのはないですね。特に新鮮味もなく、甘い焼きそば、まあ難しいですよね。この味を求めて買う人はもう満足度は高いと思うんですけど、なんか新しいものを求めてね、これなんかすげえうまいんじゃないかと思って買うとちょっと痛い目はありますね。僕はちょっとそれを期待しちゃったので、まあ50-60点くらいにしとこうかな。まあこんな感じでもう全然食べれますね。まずくて終えっていうことはなかったです。というわけでチョコ味の焼きそばを食べてみました。まあそういうのが好きな人はねおすすめですけど、まあ普通の焼きそばの方が私は美味しいと思いました。最後までご視聴ありがとうございました。